スイス連邦工科大学ローザンヌ校は、傍衆、ローザンヌに本部を置くスイスの連邦工科大学である。1969年に設置された、大学の略称はエプル。キャンパスラーニングセンター2校ある、スイス連邦工科大学の一つで、フランス語圏のローザンヌ聖校のレマンコハンに位置する。なお、もう1校のスイス連邦工科大学は、ドイツ語圏のチューリッヒにある、チューリッヒ校である。 1853年に私立学校として創設され、1869年に効率化された。スイス連邦政府のとに入り、現在の名称となったのは1969年のことである。2010年には日本の建築家ユニットサナーによるラーニングセンターが竣工している。スイス連邦工科大学ローザンヌ校は世界有数の工科大学として、 国際的に高い評価を得ている。2018年度の QS 世界大学ランキングにおいて、工学技術部門、総合ともに世界第12位に位置づけられており、米英の英語圏を除いては、姉妹校であるスイス連邦工科大学中理飛行に次いで世界2位である。また、2016から2017年度のザ・タイムズハイアーエデュケーションのランキングにおいて、 工学技術部門で世界第11位、総合第30位、そして創設1 0年未満の大学としては世界第1位の評価を受けている。さらには2017年度の上海交通大学による世界大学学術ランキングにおいてもエネルギー科学工学分野で世界5位にランクされており、世界ランキング上位の常連校として高い評価を得ている。ありがとうございます。